皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日もゆかりが最新ニュースをお届けします。本日のニュースはこちら。ムンヒソン案が情報操作。大多数の疑惑が湧き上がる。このニュースに対しての反応も合わせて見ていきます。ぜひ最後までご覧くださいね。お隣のムンヒソン国会議長が徴用工への賠償問題の解決策として発表した法案をめぐり、お隣の世論調査で賛成意見が反対意見を上回ったと報じた。記事によると、世論調査会社リサーチが今月11から13日に全国の成人男女1000人を対象に行った調査の結果、日韓両国の企業と国民の寄付で財団を設立し、慰謝料の財源とするという文議長の法案に賛成すると答えた回答者は 53.5% で、反対は 42.1% だった。寄付に応じる意向があるかとの質問には、54.3% が意向があると答え、意向がないは 42.0% だったという。高齢化が進む存命者に先に慰謝料を支払う案については、時間がかかっても日本が先に謝罪するべきとの回答が 53.1% で過半数を占め、金銭的支援を通じた実質的保障を速やかに行うべきとの回答は 44.2% だったという。これを受け、お隣のネット上では、なぜ国民が寄付しなければならない、パククネ前大統領の時より数十倍後退した案なのに、など、調査結果に対する疑問の声が上がっており、現政権の世論調査はいつも賛成が多い。なんかおかしくない？ムン大統領がチョ・グク元法相を任命するときは賛成が多かったけど、辞めさせるときは反対が多かった。つまり国内の世論調査機関はムン派のための世論調査をしているということと指摘する声も。その他、金額の問題じゃない、日本が過ちを認めるか否かが大事などのコメントも寄せられている。もはや、このデータも信用できない。自分の都合のいいように報道をねじ曲げているようにしか思えない。永遠にたかり続けることが目標で解決するつもりがない相手なんで、解決すると思う方がどうかしている。道筋が見えないのは徴用工問題だけではない。根本的なものの考え方を変えなければ、信用、信頼を失い、徴用工問題どころではなくなるぞ。もう遅いと思うけど、自分の信用を稼ぐために、世論も操作して、国民もけしかけて、この国のトップという存在の行動には呆れますね。徴用工の歴史についても、日本での回答に曖昧に答えた面もありますし、もっと歴史を勉強し直すべきではないでしょうか。徴用工は、もう解決済みの事案です。日本が支払った賠償金を、勝手に、政府資金として被害者に渡さずに使い果たしたのは、お隣政府の責任です。決めたことをしっかり守れないようでは、関わるのでさえ危うくなりますね。お隣では、誰かのためというよりも、自分の保身のために、よく見せるために、取り繕い、平気で約束を破り、平気で攻撃的になる人が多いですね。本日のおまけは、自己中心的な人の特徴について話していきます。感情に任せて、相手のことを考えず、自分の答えが全てだと思っていては、相手も離れていくものです。徴用工問題のように、日本が多額な賠償金を払って和解したのにもかかわらず、その資金を被害者に渡さず、政府の資金として利用しています。それがなくなったら、まだ、この問題は終わってないと、自分の意見を突き通して、問題を蒸し返す。このような人、国をどう信じたらいいのでしょうか？相手のためにより、自分のためにといった精神で人と接していたら、その姿に人は嫌気がさし、離れていってしまいます。自分も大事ですけど、誰かのために、何をしたら喜んでくれるか、考える視点が持てたら、現状も変わってきますね。よかったら、このニュースに対しての感想も教えてください。高評価、チャンネル登録もいただけると、ゆかりの励みになります。一緒に、楽しいチャンネルを作っていけたら、私も嬉しいです。本日も最後までお付き合い、ありがとうございました。また、
次回の動画でお会いしましょう。